今日は新聞のレイアウトを勉強します。見出しについて教えてくれるのは大分合同新聞社穂橋三郎さん。で、今日勉強することはですね、それぞれの版ごとにですね調べて書いてもらいました。それでまず版ごとに記事を発表してもらいます。はじめに考えておいた記事と見出しを発表します。炊き出し相撲には秋になると彼岸花が咲き誇る七つ森古墳があります。岡城を調べて実際に岡城に行きに天保公園群が作られ、御世紀の中頃に県群が作られました。今もう一回見直してですね、全体の見出しはこれでいいのか、ちょっとここのところもう少しこうした方がいいのかってあれば、もう一回見出しを考えてください。いいですか？はい、じゃあ始め。もっと読みやすくできるかも。もう一度見直してみよう。与春を守った百姓たち与那嶋大明神は、与那嶋大明神中で先に出しちゃって、その下に余波を守った農民たち、こうすればですね非常に分かりやすい。これでいいと思うね。次にお城ですけども、最後に岡城と出しました。これで難攻不落の城岡城、よう分かりますね。見出しが決まったので、次の授業までに新聞に使うイラストを作ることにしました。楽しいイラストを考えておいてね。七つ森古墳のことを調べました。教えてもらった人たちにまず見てもらいたいです。見出しなどは縦や横に書かなきゃいけないことが初めて分かりました。岡城や七つ森古墳や与春池についてよく分かる新聞を作りたいです。与春のこととか、七つ森古墳岡城のことが、よく分からない人にこの新聞を読んでもらいたいです。提出の日です。イラストも何枚か描いてましたね。そのイラストも今日は完璧に仕上げます。はい、いいのができてますね。以上はですね、ね、こんだけ考えて、今からですねちょっと見てみましょう。例えば竹田のというこの3つの字、これをですね黒い色鉛筆で枠をもう少しきっちり取った方がいいかもしれないね。この下に名字も切って貼ってもらいましょうか。最後の仕上げに塗り残しや文字の位置などの調整をします。いよいよ完成間近。みんな頑張ってね。出来上がりました。竹田の歴史の大発見とか与那嶋大明神、こういう見出しを見るとなんか気持ちがですねこうワクワクしてきて、歴史の秘密がいっぱいあるような気がします。それとプラス、いろんなイラストがいっぱい可愛いのができてますので、大変面白い新聞ができると思いますね。皆さんも期待をしておってください。ここの白を塗るところが難しかったです。家族に見てもらいたいです。私は、見出しの部分をやりました。色を塗ったりするのに、力を入れなきゃいけなかったので難しかったです。キャラクターの名前をつけるのを担当しました。家族や他の学校の友達に見てほしいです。次回、子どもたちの新聞が完成します。どんな新聞ができたんだろう。お楽しみに。